日本近畿地方大阪府大阪市中央区、震災橋筋震災橋筋は、大阪府大阪市中央区の町名。または船場、島の内を南北に縦断する道路。現行行政地名は、震災橋筋1丁目及び震災橋筋2丁目。町名としての震災橋筋は、島の内側のみで、現在の町域は、おおむねみどうの東側、長堀通りの南側。 畳屋町筋の西側、道頓堀川の北側にあたる。須尾町筋伊北が一丁目、伊南が二丁目となる。一丁目に、大丸震災橋店がある。江戸時代は、長堀川沿いに、長堀震災町、長堀十丁目、うなぎ谷南通り沿いに、高間町、小野江町、大宝寺通沿いに、南高野町、飾谷屋町、清水町筋沿いに、岩田町、 柳町、道頓堀川北岸に、道頓堀総衛門町、道頓堀旧座衛門町が東西方向の町割りで、震災橋筋沿いに、小引町北の帝、小引町中の帝、小引町南の帝、菊山町が南北方向の町割りとなっていた。1872年に、震災橋筋1から2丁目の町名が、震災橋筋沿いに誕生し、 1989年に現在の町域となった。千葉、震災橋筋商店街御堂筋の一つ東側の筋、長堀川にかかっていた震災橋に由来する。区間は、淀屋橋駅付近の都サボリ2との交点から、道頓堀川にかかる恵比寿橋までの約2.5キロメートルで、恵比寿橋以南は、恵比寿橋筋と名称を変えて、 南海南場駅前の南山通りとの交点に至る。長堀通り北の船場では南行き一方通行となる。長堀通り以南の島の内では、大阪南の南北基軸となるため、人通りが多い。船場では南、本町通、準慶町通館が千葉、震災橋筋商店街、準慶町通長堀通館が、震災橋,橋筋北商店街、島の内では、 震災橋筋商店街と南本町通り以南の約1 5トルはアーケード商店街となっている。千葉震災橋筋商店街は10時から18時まで、震災橋筋北商店街は9時から翌1時まで、震災橋筋商店街は終日車両通行禁止となる。2019年3月31日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大丸震災橋店、大阪府大阪市中央区の町帝、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口。 外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB。震災橋筋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長。あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。 ありがとうございます。